皆さんどうもこんばんは、日本フィロソフィー協会で会長をさせていただいてます中須賀信之です。いつも聞いていただいてありがとうございます。僕はと言いますとですね、あ、車が通った。義理の妹のえっちゃんがですね、無事4人目を、妊娠してるんですけど、そのだいぶ臨月になりまして、産婦人科の病院がうちの近所にありますので、えっちゃん家からはちょっと遠いということで、昨日からうちに泊まっているんですね。で、まあまだまだだろうみたいな感じで、僕ものほほんとしてたんですけど、朝目が覚めて、なんかお布団でこううだうだしてたですね、いつも結構お布団の中でうだうだしてるんですけど、朝起きて、そしたらえっちゃんの第一声が今日生まれるかもって言ってきたんですね。で、偉いもんでですね、急に焦りまして、パッと目が覚めて、でそれから一人目の方が来られる前に、一人目って言っても来られたのが中田さんと住代さんなんで二人ともマスターなんですけど、来られる前にエッチャの製図をしてたんです。でそしたらなんか改めて、なんか妊婦さんってすごいなっていう風に思ったんですけど、仙骨ってすごい伸びるし、骨盤って結構やっぱすごい開くんだなって当たり前ながら思いまして、なかなかね、妊娠中の方をさせていただくことは多いんですけど、臨月の方をさせていただくことって割と少ないので、あ、こんな風になるんだという風に思って、しかもやらせていただいてると、結局えっちゃんの体にそのキャパができてきますので、今にも生まれそうだったのがなんかちょっと一旦収まって、なんかすごい結構しんどいみたいな感じだったのがなんか楽になったみたいで、朝施術させてもらったんですけど、今も夜の、10時半なんですけど、今まで結構元気に過ごしてて、今ご主人が迎えに来られて、一緒に病院に行ったのを見送ったっていう感じなんです。なので、まあ今はちょっと僕の心もそわそわしてるのがちょっと落ち着きましてですね、無事生まれること、母子ともに健康に生まれることをただただ願ってるという感じです。でですね、今日は何の話をさせていただこうかなというふうに思ったんですけど、なんか、普段いろんな方を見させていただいてて、やっぱ今回のいろんなその変化っていうのもあって、特にやっぱこの幸せに対する価値観っていうのもすごい変化したんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でそれを少しホルモンからもう一度見てみたら面白いんじゃないかなと思って、今日はそんな話をさせていただこうというふうに思うんですけど、なので、幸せっていうのをホルモンから一回見てみようというふうに思って、今日はその話をさせていただこうというふうに思います。で、幸せホルモン、いわゆる幸せホルモンっていうのが、3つあるんですね、大きく分けて。で、それが、もうご存知の方も多いと思うんですけど、ドーパミン、オキシトシン、セロトニンっていうこの3つがあるわけなんですよ。で、ドーパミンに関してはね、前も扱わせていただいたんですけど、このラジオ動画で。要は報酬系のホルモンっていうふうに言われてまして、で、なんか例えば目標設定をして、で、それを達成したら出るホルモンっていうのが分かりやすいのかなというふうに思うんですけど、ただその報酬系なので、目標を達成した時とか、誰かに褒められたりとか、認められたりとかっていう時にも出るホルモンなんですけど、ある種これには、すごい幸せだなっていうふうに思う反面、この幸せって結構一過性なんですよね。なので、刺激が強い反面、結構その刺激に薬中みたいになっちゃうっていうデメリットがある。みたいな話をこの前ラジオでも喋らせていただいたっていうふうに思うんですけど、で、なんか、なんていうかな、今までっていうのは結構このドーパミン、的な幸せっていうのが結構いわゆる幸せっていう風になってたんじゃないかなという風に思うんですね。なんで、それがダメなわけじゃないんですけど、それが少しずつ変わってきたなっていうのが今僕が感じるところなんです。
で、他の2つのホルモンの話もちょっとさせていただこうというふうに思うんですけど、もう一つが、オキシトシンというホルモンなんですけど、このオキシトシンっていうのは、なんか名前がね、ギリシャ語かなんかで、なんていうかな、早産とか、早く生まれるとかっていう意味らしいんですよ。で、要は、お母さんが破水するときに、出るホルモンなんですね。なので、まあそういうふうな名前がついてるらしいんですけど、どういう意味があるかっていうと、どういう時に出るかっていうと、やっぱり一番わかりやすいのが、好きな人と触れ合ったりとか、で、あとは親子で触れ合ったりとか、ハグをしたり、キスをしたりとかっていう時に、恋人とね、出るホルモンらしいんですね。なので、そういう幸せっていうのをすごい感じるホルモンなんですけど、このホルモンのデメリットっていうのを、まあ、あえて言うとしたら、妬みとかっていう感情も、このオキシトシンから来るらしいですよ。なので、まあ、最近僕がずっと言ってる、その縄文的な発想で、まあ、所有っていう概念があるから、ついつい妬んじゃうっていうのも、まあ、このオキシトシンから来るっていう面があるので、まあ、すごい、なんか、触れ合えて幸せだなっていうふうに思う反面、触れ合えないと、それがすごい不満に変わっちゃう。っていうのでいう人間性を醸し出しているホルモンでもあるっていうふうに言えるんですね。っていうのがオキシトシンでして。で、次、セロトニンっていうホルモンなんですけど、これは、なんか、自律神経のバランスを整えるみたいな感じで、お昼になったりとかすると出てくるホルモンで、でこのセロトニンっていうのは夜に出るメラトニンっていうホルモンの原料にもなるので、要はこのセロトニンっていうのがいっぱい出てると、昼も幸せだなっていうふうに思えて活発に動けて、でそれが、夜ぐっすり眠れる原料にもなる、みたいな感じなんです。で、多分感覚としては結構その、なんだろう、当たり前のことって結構幸せだな、みたいな感じで感じる、みたいなホルモンなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、なので、すごい、強い刺激で一過性に幸せを感じるドーパミンとはちょっと違って、なんか派手さはないけど、じわーっと、ああ、自分で生かしてもらえててありがたいなとかって思えるのはこのセラトニンから来るんじゃないかなというふうに僕は思ってるんですけど、で、それを踏まえた上で、なんか何が変わったのかなっていうふうに思うと、やっぱり今までっていうのは、ドーパミンとかオキシトシン系の幸せっていうのが結構、みんなの主流だったなっていうふうに思うんですけど、で、これを、今回のコーナーの件を機に、一気になんか、そっちよりも、そのセラトニン系の幸せっていうのを強く感じるようになった人が多いんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、その証拠に、セラトニンが、出るのはどういう時かっていうと、日中なんですけど、それだけじゃなくって、だから日光を浴びた時とか、あとは、土いじりをした時にセラトニンが出るらしいんですね。で、なんだかわかんないけど、この時期に土いじりを始めた人ってすごいいっぱいいると思うんですよ。で、僕もその一人なんですけど、で、なんだかわかんないけど、すごい、なんかこう、ポカポカってする幸せを感じるっていうのが、まあ、セラトニンの特徴なのかなっていうふうに思うんです。で、まあ、それも踏まえて、やっぱり、一過性で刺激が強い、ドーパミン系の、幸せっていうのも、まあ、すごい大切だと思うんですけど、なんか当たり前に生きてることが幸せだな、とかっていうふうに感じる、セラトニン系の幸せっていうのに、まあ、が、まあ、主流になってくるというか、なんか、それもそれで幸せだなっていうふうに変わってくるんじゃないかな、っていう風に思うと、なんか、やっぱりドーパミン系とかオキシトシン系の幸せっていうのはダメなわけじゃなくって、それはそれですごい幸せなんですけど、結構その2つっていうのは、なんか刺激が強い分、こうなんか薬中みたいな、こうなんかもっともっとっていう風になっちゃう癖があるんですね。で、そこを追い続けるっていうのは、もしかしたら本当の意味では幸せじゃないかもしれなくって、なんか、そのセロトニン系の幸せっていうのが、これからすごい大切になってくるんじゃないかな、というふうに思って、今日はこんな話をさせていただきました。まあ別にね、僕はこんな話をしなくても、そういうふうに感じてる人ってすごいたくさん
いると思うんですけど、なんかホルモンに目を向けて話をすると、あ、なんかちょっと分かりやすいんじゃないかなというふうに思って、今日はさせていただいたっていう感じです。はい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。それじゃあまた。バイバーイ。